なんかやっぱファンの方もアイスクリームのファンの方とガールズガールズのファンの方がこう融合することでこうさらにこう輪も広がっていくと思うし、うん、そこはなんかいい意味でも私たちとみんなでこう受け継いでいろんな輪をたくさん広げてこう一緒に盛り上げていけたらなって思います。うまく言ったね。いやもう言うことないわ。あもうキラと以下動物みたいな。以下動物すぎる。もうリナちゃんの意見もキラちゃん。じゃあ面白いことは？じゃあクレタン。何担当なの？急にクレタンがね面白い担当。じゃあ普通にクレタンが思う。継承したいこと？うん。なんだろうね。うん、なんかいろいろあるよね継承って。うん、まあまあまあ、うん、まあまあまあお仕事の中で言ったことは、うん、ウキウキワクワクを私は言ってたね。言ってたね。検証していきたい。ずっと強い気持ち。これだね。腐らない気持ち。呼ばれるんじゃないか。そうだった。本当にそれを腐らない気持ちは大事だよ、うん、大事だなって。そう初心っていうの。そう、そういうところも含めて、ね、大事だよね。まあ何のために始めたのとか、うん、そういうことかな。確かに。はい。毒舌の象形。でしょ。いらんでしょ。逆に書いてた。知った方がいいよ毒舌は。これだからですかね。うん、そう本当もうね取材とかもいろいろやっちゃってるしね。私めっちゃやってますよ。もうねいっぱいいろんなところでお話をしてるので本当にみんなにこうポロポロ言いたくなるの。こうやって配信してると早く我慢しないとっていうね。ゆなちゃんってなると面白いイメージしかない。そうなの。面白い担当なのいつも。そうなんですか。アイスクリームのファンの皆さん。アイスクリーム。アイスクリーム。え、そうなの。ゆなって面白いこと担当なのかな。わかんない。なんか皆さんから見えてるあれがわかんないけど。そうだね、うん、まあ確かに3人の中では、うん、ボケボケ、まあ、ボケてるわけじゃないんだけど、うんうん、別にボケようとしてでも。え、ゆなやろって言われちゃった。そういう印象なのかもしれない。確かにラップあるかなとかね。ゆなは抜けてますって書いてます、うん、確かに抜けてますよ。なんか、うん、抜けキャラになるのもあんま嬉しくないよね。やだ、うん、なんかちゃんと抜けてて、うん、え、でもちゃんとしてるじゃん。あ、そう、それは嬉しい、うん、ちゃんとしてる。それは嬉しいです。だからみんなちゃんとそうやって書いて、うん、そうやって書いて強制的にみんなにもね一応ね書いてください。あ、お互いのグループの印象去年とどう変わった。変わったところか、うん、今回第2弾で人見知りがなくなった。おえ、ゆなの。うん、お違う、みんなが。あ、うん、確かに。なんかねゆなは変わらないかな。そうだね、うん、ガールズのみんなねもうガッチガチだったんですけど一弾の時ガチガチというかね、あ、お願いします。なんかね、一個置いてるような。そうそうそう、そうね、ちょっと壁があったんだけどね、うん、まあでもしょうがないよね、人見知りだから。そう、人見知り多いんですよ。そう、ね、過半、ん？過半数じゃない。そうね、そうね、私も含めてだなと思うし。クレタン、まあ確かにクレタンは元々、うんうん、でもさ、ここ元々一緒だってるから大丈夫だけど、まあどっちかっていうと人見知りだなとは思いますね。え、二人は何があれだと思う？変わったと思う？変わったと思う。なんだろうな、うん、アイスは最初から変わんないよね。変わんない。そういうなんか人見知り系でいくと全然人見知りじゃないし、うん、全然別にまあなんだろう、うん、逆に2回目はもっとフランクになったっていうか、うん、なんかアイスも多分1回目はそのクレタ違う緊張してたからなんか気使ってくれてるのかなみたいなのがあったけど、うん、まあ、そういうのもお互いなくなって、うん、もっと近い感じになったかなと、ね、今日のリハもめっちゃ笑った。なんかもういろいろと今日何した。なんか笑うことあったっけ。さっき笑ってた。さっき笑ってたにゃいろいろ。え、クレタ笑ってなかったの。クレタだけ笑ってなかったの。クレタ笑ってなかったか。もしたら笑ってた記憶ないわ。いっぱいいっぱいいっぱい多分ね一生懸命だったんだよね。結構大変だった。けどちょっと話戻るけど、うん、最近はルイちゃんが一番ボケてる。おー、そうなの。だってえ、まあだから、うん、多分私とレイが結構そういう担当担当ではないけど、ね、そうなりやすい、うん、でもなんか性格的に、レイには突っ込むこと多いかも。
ルイは抜けとオンが激しくてなるほどね。でもユナもなのかな。じゃでもさ、なんかさ、みんなバランスよくない？なんかみんな別にこうずっとしっかりしてるわけでもなく、うん、たまに抜けて可愛いところがあるからこそ、なんかキラ普段のギャップにやられるんだよね。こうなんかパフォーマンスしてるリハの真剣な時とこういう感じのラフな時のギャップ、うん、でもファンの人も分かるんじゃないかな、うん、いやファンの人が一番分かるんじゃない、ね、逆に客観的に見てるしね、うん、じゃあ逆に変わらないところは、うん、あの印象が、うん、変わらないところ、なんか今日の取材みたい、うん、確かに確かに、ユナがあの取材の方みたいな今日の取材の方、あ、私がね、質問、え、変わらないところ、なんて言ったっけ、クリア言って今日答えた、それ答えた気がする、聞かれたもん、うん、聞いてた、あ、なんかあったよね、あった、変わらないところか、うん、なんだろうな、自分で言った割に全然難しい。でもなんか日々お互いそれぞれで成長してるし、うん、変わらないところなんだろうな、うん、あ、ちょっと話変えていいですか、はい、DNA にちなんで血液型知りたい、ふぅ、A 型です。 A 型です。 A 型です。おぉ、まあ、でも確かにみんな A 型っぽいかも。 A、でもユナは多分 AO だと思う。あー、なるほどね。おー、ユナ A ほど几帳面じゃないかな。ほんと、クレどっちの可能性もあるわ。何、AO か AA か、あの親的にね、うん、妹が O なんで、うん、AO の可能性もあります。ユナも弟が O なので、あ、じゃあ、え、そうなんだ。え、キラなんだろう、なんだろうなんかでもね、自分、え、たまに A なの、A っぽいけど、なんか B っぽいって言われることもあるんだよ、ね、そう、ユナも B っぽいって言われるね、なんだろう、全員 A のトリプル A だ、トリプル A だ、確かに。でもやっぱ A が多いですよね、普通の実質的にも、ね、そうね、なんでなんだろうね、これって。うーん、まあ、人類の人類の人類の感じじゃない、確かに。え、あれは何なの、 MBTI は。ああ、うん、私は ENFJ、 うん、ユナは ENFP です。お、私は INFJ、 うん、あ、てかさ、全部さ、ほぼ似てるくない、似てる、 FJ、 キラちゃんと I と E の違いだもん、あ、ね、ほんと1個違いだよね、キラ ENFP、 うん、 P、 キラ J だから1個違い、え、近い、なんちゃらこんちゃら A か T かどっち、あ、なんだったっけ、やったんだよね、あ、クス見てないわ、見てないか、なんかそれがあれだよね、結構変わるんだじゃん、うん、確かに、うん、大型学年で2人だけ、え、そんなことあるの、逆に珍しいんだよね。今日クレアはおとなしい系ですか、だって、いや、いつもおとなしいよね。おとなしくないよ。いや、おとなしいはおとなしいよ、多分おとなしい、おとなしくはない、別に。え、喋ってくれるよ。あ、喋る、うん、全然喋りますよ。だってさっきもなんかリボン娘だけど、うわーって一人ずっちに殴って、赤ちゃんみたいな声出してた。いやいやいや、ね、くれた、出してないから。リボン娘なくて、リボンっていうか紐が通んなくて、ね、ね、後ろで楽しそうな笑い声聞こえる、え、え、誰も笑い声聞こえない、怖い、怖い、やめてよ。まあここ確かに事務所だからいっぱい、そうだね、うん、人はいるかもね。どういう人、うん、いやでも本当みんなにはこのね DNA 今7時半にね公開されたやつは本当なんかこれからもっともっといろいろ情報解禁も出てくると思うので、はい、もうね楽しみにしててほしいし、いろんなこう大人の方たちが協力して私たちのコラボをこうなんだろう作り上げてくれてるし、私たちも全力で本気でね挑んでるものなので、なんかファンの皆さんも一緒になってこう盛り上げてくれたら嬉しいなって思います。はい、でも30日まであと数日なので、うん、ねー、もうぜひ30日楽しみにしてくれてたら嬉しいですし、うん、はい、あと4日だよ。え、マジ？今日は26ですね。本当だ。なので楽しみにしててください、うん、あの解禁されてないけど最後にじゃあ一言、なんかここに注目、ここに注目、あー難しいな、ここに注目で、みんな最初1段、あ、1回目聞いてもらいましょうかね。
そうだね、うん、ちょっと待ってね、言える範囲むずい、言える範囲って変なこと言えない、え？なんだろうな私は、うん、初めて聞いた時よりかは何回も聞いた時の方が魅力が感じたし、ちょっとだけ個人的にリズムが難しかったので、そのリズムを汲み取ってもらえるにはいっぱい聞いた方がいいかなって思うかな。それはそうだと思う。なんか歌詞をよく見てたくさんリピートしてほしい。なんか私たちから伝えられる魂的なものがと入ってると思います、はい、くれちゃんは？そうですね、なんか簡単に言ったら皆さんが予想してるものが来ると思う。確かにね、うん、いいねそれ。だからなんかまあそれもこう予想しながら楽しんでほしいなと思うし、うんうん、まあ、見たらおー、うん、なるほど DNA ねってなると思うので、ね、まあ、私たちももちろんパフォーマンスも、リリーベ始まって頑張りますし、うん、まあ、たくさんの方にね聞いてもらったり、うん、見てもらえたりしたら嬉しいかなと思います、うん、はい、いいねね、うん、そんなところかな。さすが STY さんがつくとかいくよね、本当に、うん、ね、楽しみにしててくださいね。しててください。告知はこの DNA についてでございました。はい、それで皆さんラスト4日ですね、はい、楽しみにしていただけたらなって思います。たくさん聞いてください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。あ、インスタの方だけスクショタイムしよう。いきます。